皆さんこんにちは、田中将大です。本日はスマートフォンアプリゲームプロスピエースでおなじみのコナミさんの社屋に来ております。僕の YouTube チャンネルではちょっと見慣れない絵面になってるとは思いますけど、なんでちょっと僕も緊張してます。そしていつもと同じようにこうやってね、喋ってやってますけど、このカメラの裏側にいろんな方々見てて、若干いやめちゃめちゃ緊張してます。なぜ、来ているかというと、プロスピエースで、僕が選んだ OB12 選手が出る田中将大セレクションが今回登場します。その記念に、今日はコナミさんにお邪魔させていただきました。では行ってきます。一回下まで通して、ぐっと上げて、はい、前髪の生え際まで見えるようにお願いします。見えるように、前大丈夫ですね。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと耳ほぼなんかあってきて、はい、こちらから、はい、前に来て、ここからそうです、はい、で、はい、座っていただいて、はい、もうちょっとオープニングから変わっちゃってますけど、せっかくコナミさんにお邪魔したので、フォトスキャン撮影をして、来年度のプロスピエースに登場する自分の顔をアップデートしてもらおうと思います。すごいカメラ大好きです。いやいや、もうちょっと怖いですで、目線はこの黄色いウサギを、あ、黄色いウサギを、はい、じゃあ撮影します。はい、撮ります、はい、撮ります。ありがとうございます。すっげえ眩しくないですか？あ、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫です。全部で何台でしたっけ？39台です。39台、はい、うわーってやりたいこんなにこんなに見られてたら2枚目、目をキュッと閉じていただいて口角を上げる、はい、ちょっとシワを取りたい感じです。あ、口は閉じておいて以上お願いします。はい、では撮ります。ありがとうございます。どんな表情してるのかな。あんまり見たことない表情そうでしょうねやり慣れてない、口開いちゃうもん普通にやったら最後なんですけど、はい、ちょっと目を見開く、はい、この辺りにシワがいただけるといい感じです。はい、では撮ります。ありがとうございます。うお、はい、あ、もうこんな風にすぐ、そうですね、はぁ、はい、これがゲームに、もう3回の撮影で終わるのがすごいですね。パンパンパンともう終わっちゃいますからね。じゃあどういう風になるか本当に楽しみですね。この撮影でどこまでのクオリティにこうなるのかっていうのか。プロスピエースで僕が選んだ12名の OB 選手が田中将大セレクションとして12月28日から1月7日までの期間限定で登場します。12球団から各1名ずつの OB 選手を選出しました。なんでこの選手じゃないんだっていう、文句は僕に言わないでくださいそれでは田中将大セレクションのメンバーを紹介します。まずは、ヤクルト古田敦也選手、なぜ選んだかと言いますと、僕自身子供の頃、まあ、小中ですねは、まあ、高校に入って最初の頃も1年秋かまでキャッチャーやっていたのもあって、もう小さい頃から、自分の父親に古田選手のことを見なさいと、まあ、どういうことを
意識してこうプレーしてるのかとか、そういうところもすごく見て勉強してた、まあ、捕手としても、超一流、打者としても超一流で、あと出身が一緒なんですよね、その兵庫県っていうのが。で、小さい頃野球教室みたいなので間近で初めてプロ野球選手を見たっていうのも古田選手が初めてで、もうすごく自分の中では自分の少年時代には印象深い、選手です。それでは次阪神、金本智明選手。もう阪神の4番といえば金本選手、これはもうビビッときて、決めました。試合に出続けるあれだけの連続出場試合数、もう全然とんでもないです。もうプロ野球選手で、まあもちろん投手と野手とでもこう違いますし、そしてね、金本さんはもう途中で変わる選手ような選手でもなかったわけですから、やっぱ本当体が強くないとできない強い選手だったんだなというのは、やっぱ同じ立場にいて余計さらに感じる部分ありますかね、はい。巨人、松井秀喜選手。小さい頃はもう、まあ、そんなめちゃくちゃ ものすごいジャイアンツファンってわけではないですけど、父親が結構好きだったっていうのもあって、まあ、自分もやっぱ好きで見ていて、でやっぱり松井さんっていうのはもう僕の中でもヒーローだったんで、まさかね、そのメジャーリーグ行って、松井さんがいたヤンキースで、プレーさせていただくことになって、そこで、お会いして、いろいろこうお話をさせていただいたりとか、野球選手としてもそうですし、一人の人間としても本当心から、リスペクトしている選手なので、今回選出させていただきました。4チーム目ですね、広島、黒田博樹選手。まあ、日本で、かぶったシーズンもありましたけど、メジャーリーグ行ってからもヤンキースで1年一緒にプレーさせていただいたんですけど、まあ、1年目本当にこう右も左も全く分からない中で、その中で黒田さんがチームメートとしていてくださったこと、これがものすごく自分の中で大きな助けになりましたし、もちろん投球ももう完投最後まで投げ切るっていうところだったり、もうそのプロフェッショナルとしてのこう、ゲームに臨む姿勢だったり、まあ、そういうものも、もうすごく近くで見ていて、その後のその7年ヤンキースの7年っていう、こう契約を、まあ、全うすることができたのはやっぱり黒田さんの、1年目の一緒にこうできた経験っていうのはものすごく自分の中で大きかったなというふうに思ってます。中日、岩瀬仁紀選手。もうレジェンドですよね、もう皆さんもうご存知の通り、通算1002登板、想像できないですね本当に。これだけやはり長く第一線で投げ続けて1002登板ですからね、いや果てしない数字ですよ、ね、気が遠くなるような体が強くないとできないですね。 DeNA 佐々木和弘選手。まっすぐとフォークボールっていうもうイメージが、もうやっぱ強烈ですよね。自分が少年時代に見てて、なんだこのボールは、ストレートも速いし、バッターのね、一流のバッターの方たちが
空振りたくさんしている姿を見て、これはもうすごいなって子供ながらに、思った記憶がありますね。なので、もう DeNA からは誰だってなった時にもうパンッとこう佐々木さんが出てきましたね。次はもうパリーグ行かせていただきたいと思うんですけども、まずはオリックス佐藤義則選手。僕からしたらもう佐藤義則選手っていうのはもうなんかちょっと難しいというか、もう佐藤義則コーチなんですよね僕からしたら。40歳超えてノーヒットノーラン。だその時も僕もまだ本当小さかった頃ですけど、やっぱ関西、元々兵庫出身なんで、その朝のニュースとかでも取り上げられたりしていたのをやっぱ覚えてますね。でやっぱ投手コーチとして本当数々いろいろなことを教えていただいて、もう今でもこう投げられている基盤となるようなものをやっぱ教えていただきましたね。はい、はい、続いてはロッテ落合博満選手。今回登場年度1985年ということで、3割6分7厘52本塁打146打点三冠王、とんでもない数字ですよね。いやーもう落合さんしかいないなと思いましたね。強烈ですよね。次は、楽天ジョーンズアンドリュー・ジョーンズ選手。2013年1年間、チームメイトでしたけども僕は、いやーもうすごかったですね。名前をもう聞いて、あのアンドリュー・ジョーンズがイーグルスに入る、あの衝撃は忘れられないですね。のチームメイトとしても、本当にナイスガイで、チームを引っ張っていってくれましたし、もちろんね野球の方の成績でも、引っ張っていってくれて、まあ、リーグ優勝日本一っていうところにね、本当にその活躍っていうのは大きかったなというふうに思ってます。はい、次ソフトバンク野村克也選手。もう野村克也選手っていうのもちょっと僕監督なんですよね。登場年度が1963年で MVP を取られて、52本塁打135打点。あでももう僕の中ではやっぱでも監督っていうイメージが、やっぱりもうプロ野球この世界入った最初の監督で、もう投手としてのこういろんな技術的な基盤は佐藤義則、さんに教えていただきましたけど、もうプロ野球選手としての色派というか、どういうふうにやっていけばいいのかっていうのを教えていただいたのがもう野村監督でした。もうなのでもうすぐ決まりました、これはもう。続いては日本ハム尾崎幸雄選手。登場年度が1965年、27勝最多勝最多奪三振。まあ、でも僕も印象はもう僕もなんかエピソードとかしか聞いたことないんですけども、やっぱものすごい速いストレートを投げていたっていう、もうこの印象も多分球界でこう誰が今まででこう一番速い球を投げていたかっていう話をすると、まあ必ずと言ってもいいあのぐらい名前が上がってくる方、もうそういうイメージが強いので、まあ、今回選ばせていただきました。そして最後になりますね、西武カブレラ選手。2002年登場年度打率3割3分6厘55本塁打 NPB 大記録、当時の
して MVP ベストナイン。いやーもうホームランの数ももちろんすごいんですけど、もうその一本一本の飛距離というか打球スピード飛距離とんでもなかったですね。まあ体、まあ、僕も対戦経験はあるんですけど、僕は2007年になってからだったんでこの時代のカブレラ選手とは対戦してないんですけども、まあでもやっぱ大きかったですね。すごく印象的な選手でした。これで12名、発表終わったんですけども、まあなんですかね、まあ、全体的に、まあ、選んでくれと言われて、もうこの球団この選手この球団この選手って、もうなんかこう自分のこうイメージというか、もうすぐもうビビッとこう来た選手を、選出今回はさせていただきました。この12選手は12月28日から1月7日まで、プロスピエースに期間限定で登場します。個人的に、もう最強の12名を選んだと思うので、皆さんもぜひ手に入れてください。